こんにちは、インタビュアーの山倉陽平です。本日も再発しないを目指している歯科医師秋元正弘先生にお話を伺っていきたいと思います。先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日いただいているご質問が、はい、保険診療と自費診療の違いを簡単に教えてくださいというご質問をいただいております。はい、まあ、先生のクリニック、自費診療で専門でやられているということなんですけど、はい、保険診療と自費診療の違いというのはどんなところにあるんでしょうか。そうですね、まあ、よく一般的に言われるのは、まあ、材料が違うっていうところは、まあ、分かりやすいところとしてはあるんですね。はい、例えば保険診療だと金属、銀歯しか詰めれないけど、自費診療ですと、まあ、材料はいろいろあるんですが白いものが入れれる、見た目が違うっていうところは、まあ、大きな患者さんが分かりやすいポイントの一つです。はい、でただその材料の違いというのは、まあ、例えばその自費診療と保険診療の違いの、まあ、ごくごく一部で、やっぱり大きな違いというのはその治療にかける時間だったりとか、はい、手間暇だったり、まあ、そういったものが、例えば一日何十にも見ないような、まあ、環境ですと、どうしても完璧には全てこう手間暇をかけれないという、まあ、そうですよね。これは、まあ、そういう実情があるので、はい、まあ、当院では、1日、まあ、人数を、まあ、4人ぐらいに制限して、まあ、その分材料にとか関係なく、はい、そこにかける手間暇だったり、あとはその高いレベルの治療を実現するための、まあ、自己投資というかですね、そこにかける出る時間だとか費用だとか、まあ、そういったものが大きな違いとしてあるんじゃないかなと思います。なるほど。保険診療となるとこうやっていただけるこう、まあ、治療法に制限が、まあ、いくつもあるということなんですね。そうですね。そうなるとなかなかやっぱりこうその、まあ、目指しているその治療のレベルというかに届かないところがあるということなんですね。そうですね。一個一個は小さなことなんですけども、はい、それが積み重なっていくと大きな違いになって、で結果それが、再発してしまうか再発しないかの分かれ道になるかなと思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。本日は保険診療と自費診療の違いを簡単に教えてくださいというご質問を先生に聞いてました。先生、はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。